今ですね、サンフラワー渋谷行きのターミナルビルということで、ここで発見して受付してこちらの船に乗船する形になりますね。もうなんかすでにベッドになってるんや。すごいね。開けませんね。ベッドになってる。ベッドになって、ほら、ソファーがさ、ほら、ほらほら。あ、すごい。すごい。あ、結構広いね。ねえ。さあ、お部屋に入りましたよ。はい、こんな感じになってます。さあ、いよいよ出航ですよ。ちょっと帝国より遅いかな。入ってきまーす。うわすごい。いただきます。泡が吹き終わるまで少々お待ちください。お気きのある方は忘れずにお取りください。これね、サラダです。サラダ、サラダコーナーです。マカロニサラダに、ね、きんぴらごぼう、焼きそば、なんだろうこれ、魚、チキン、シューマイで、鶏天にポテトで、おでんで、こっちがサーモンの刺身。ベリーグー。ごちそうさまでした。今ここからね、見える夜景はね、ちょっと淡路島らしいです。ちょうど淡路島と和歌山の間をね、今走ってるみたいですね。こっちいいな。動いてるよ、動いてる動いてる。お風呂入ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。すごい、なんかもうお肌すべすべ。あの、関係ないですけど、ヒゲ脱毛ね、ずっと続けてるんでね、だいぶ減ってきましたよ。もうあの、痛いね、ヤグレーザーもやってますんでね。はい、全然関係ないけど、めっちゃ気持ちよかった。はい、どうでした？気持ちよかった。最高やな。船とは思われへん。うん、そう、船とは思われへん。もうなんかもう、なんやろ、ホテルの大浴場みたいな感じやね。
つなぎ笑い合おう。カメラ持ちながらめっちゃ大変やねんけど、これうん、今回4泊5日で鹿児島県大隅半島へ家族旅行で行ってまいりました。フェリーの船旅は非日常的になるため、スマホの電源が入りづらい区間は家族と向き合える大切な時間になりました。また船上からしか見られない景色はとても感動的でした。大隅の自然豊かで開放的な観光資源、食を堪能してリフレッシュ、日常の疲れを癒すことができました。